はい、どうもこんにちは、笠原です。酒井です。今日はおすすめのペット用ブラシ、ペットティーザーをご紹介したいと思います。皆さん一度はね、聞いたことがあるんじゃないかなと思うんですよ、うん、実はタングルティーザーっていう、まあ、人間用のブラシをワンちゃん用に作り変えてペットティーザーということで販売しているんですね。イギリス生まれのブラシになるんですけれども、うん、結構、ね、有名な方とかも使ってるんだよね、うんうん、僕の大好きな、ね、エマ・ワートソンさん、ハリポッターね。そう、ハリポッター僕大好きなので、ね、使ってますし、あとはね、キャサリン妃とかサッカーのビクトリア・ベッカム。あ、サッカーも好きだもんね。サッカーも好きなので、もう笠原くん由来の商品というか結構有名な方とかもこのタングルティーザーを使っているんですけれども、うん、まあ、本当にね、すごい画期的なブラシなんですよね。その非常に画期的ということなんですけど、うんうん、どんなところが特徴でしょうか。このね、やっぱりワンちゃんにブラシを当てた時に痛みが非常に少ない、うんうん、まあ、これが一番のポイントですよね、うんうんうん、で、実際ブラシが痛いからブラッシング嫌っていうワンちゃんって多いんですよ。飼い主様もその嫌がってるワンちゃんを見るのが苦しくてとか、うんうん、もう辛くてっていうことで、ブラッシング離れって言えばいいんですかね、うんうんうん、お家で の, そのお手入れができなくなっちゃうっていう方やっぱり多くて、でそういう方には本当にぜひこれ一度お使いいただきたいですね。スリッカーってあるじゃないですか、うんうん、あれを飼い始めの方が見た時になんかこれ痛そうっていうふうにおっしゃる方も結構多くて、うん、そうそう、うん、実際当て方をちゃんと知っていなかったら痛いんですよ、うんうん、トリマーあるあるって言っていいかどうかわからないんですけれど、うんうん、最初見習いの頃にスリッカー強く当ててしまって、うん、ワンちゃんの皮膚が少し赤くなってしまったっていうのは、まあ、よく聞く話 で、うんうん、でやっぱり一般の方が、スリッカーブラシを使ってワンちゃんのブラシをするっていうのはやっぱり技術が必要なのかなっていうふうには感じますね、うん、はい。じゃあこのペットティーザー、ワンちゃんにとってはこう痛みが少ないということなんですけど、何かこの構造に特徴があったりするんでしょうか、ね。まあ、よく見ていただけると分かるんですけれども、うんうんうん、短い、まあ、針、うんうん、針じゃないんですけどね、針とその長い針が交互になっているんですね。で、この構造がワンちゃんのもつれや毛玉なんかを、まあ、負担なく根元から優しく解きほぐしてくれる、まあ、そういう力学的構造をしているんですね。で、実際僕もこの笠原くんが持っているソフトタイプのものを自分の娘で使ってみたんですけれども、やっぱり全然違いますね、うん、うちの娘結構ね、もつれがひどいタイプっていうとあれなんだけど、結構朝起きた時なんか結構絡まっちゃったりしてて、このねワンちゃんのペットティーザーを使ってみたんですよ、うん、ただやっぱ全然痛くない、違うっていうんだよね。現在もうちの娘はこれで、やってるんだけど。あ、そうなんですか。そうそうそう、うん、これね、よく見ると、ちょっとこうなだらかに傾斜がついてる感じしますよね。そうですね、になってるよね。多分こうワンちゃんの体にこう当てた時に、うん、体の曲線にこうなるべく合うように設計してるのかなと思うんですけど、ここももしかしたら特徴かもしれないですね。そうだね、うんうん、こっちのハードタイプも同じようになってますね、うんうんうん、ワンちゃんの体に合わせて少しでも負担の少ないように作られているっていうことだと思いますね。あとね、デザイン可愛いなって思うんですよ、うん、色使いももちろんなんだけど、うんうん、こっち側ね、うん、こっち側、こっち側ね、はい、ワンちゃんの絵が、うん、びっしりびっしりって言うとあれなんだけど描かれてるんですよね、うんうん、ワンちゃんの絵と骨、なんか可愛いなっていうふうには思いますし、うんうん、パッてカバンから出した時も、うん、あ、何あれ、おしゃれ、うんうん、っていうふうには感じるよね、うんうん、お出かけした時に、うん、例えばカバンからスリッカーが出てくるのと、はいはいはい、これが出てくるのとで、ね、ちょっとイメージが違う、ね、なんかだいぶ変わるよね、うんうん、スリッカーはスリッカーでね、まあ、ちょっと地味だなと思うんですけど、うん、あれはあれでこうプロっぽい感じはするので、ね、いいんですけど、うん、これはこうやっぱ可愛らしいというかね、うん、デザイン性もすごく考えられてていいなと思いますね。あとはこの形も結構特徴的で、うん、最初ね、どうやって持つんだろうと思ったんですけど、うん、多分こう持つのが正解だと思うんですね。もうそうね、はい、特殊な人は特殊な人こう持って、特殊ですねこれ意外とね、すごく握りやすいですよね。あ、握りやすい、うん、まあ、背中とか当てる時もこう、うん、変に力入らないっていうか、あ、分かります、そんな感じがしますね、うん、優しく、うん、ちゃんと溶けるような、そうだね、はい、うん、ブラシの種類なんですけれども、この笠原くんの持ってるピンク色、うん、これがソフトタイプ、僕が持ってるこちら紫色が、ハードタイプになっています。このソフトタイプは一般的な長毛種と呼ばれます、うん、プードルちゃんとかヨークシャーテリアちゃんとかシュナウザーちゃんとか、うんうん、そういう長毛種の子で使っていただくのがいいと思います、うん、僕が持っているこのハードタイプはチアワちゃんとかダックスフンドちゃんとか、あとは柴犬ちゃんとか、そういう毛がよく抜ける犬種で使っていただけるのがいいですね。実際ちょっと硬さ
触ってみたいんですけど。あ、はいはいはい、ちょっといいですか。結構違いますよ。本当だ。あ、うん、結構違う。倍ぐらい。あ、そうそう、俺もそう言うと倍ぐらい気が合いますね倍くらい違います、はい、本当にこっちね少し力かけただけでふにゃって倒れる感じなんですけど、うん、そうそうそう、こっちね芯がね結構残ってる感じですね、うん、抜け毛とかもしっかり取れる、うん、だけどワンちゃんの皮膚に負担はかけないっていうような作りをしていますね、うんうん、抜け毛を取る場合にはこの硬い方、うん、ハードタイプで、抜け毛を取る必要がないワンちゃん長毛種とかに関してはこっちのソフトタイプでいいということですかね、はいはい、一つ注意点なんですけれど、スリッカーブラシとかコーム、ひどい毛玉やもつれがある場合については、うんうんうん、そういうスリッカーブラシコームを使っていただいた方がいいケースもあります、うん、ひどい毛玉やもつれについては、うん、ペットティーザーを使っても、うん、ほどけない、うんうん、むしろ毛玉やもつれほどけない状態で一生懸命引っ張ってしまうっていう状態になってしまうことがありますので、うんうん、その点はご注意ください。日常的に毎日ブラッシングができるっていう方にはこのペットティーザー非常にお勧めできるかと思います、うんうん、はい、ということで今日はおすすめのペット用ブラシペットティーザーをご紹介させていただきました。僕の娘も本当に毎日使っております、うんうんうん、本当にいいブラシだなと思いますので、うん、ぜひお困りの方はお使いください、うん、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ちなみに、うん、今日は約半年ぶりのこのパーカーを着ての撮影になりますけれども、うんうんうん、店長の今日の心境は。やっぱね、心機一転、今日からまた頑張ろうっていう感じだよね、うんうん、似合ってますよ。あ、もうありがとうございます、うん、やっぱりねパーカーも体の一部となりつつありますね、はい、5着を着回している店長ですからね、また増えるんじゃないかっていうね今年もね。そうですね、はい、休みの日もねやっぱりこんな感じなんでね、うん、着回しちゃってるんで、はい、同じパーカーを着回す、そうそう、着回しちゃってるんで、うんうん、はい、グレーのパーカー見たらまず僕かもしれないと疑ってもらってもいいかもしれませんグレーのパーカー着てる人結構いると思います、ね、あ、違った、うん、あれも違ったっていうね、うん、はい、探してみてください